昔、平賀源内という天才がいました。すごい人なの？アスベストを山から見つけて加工した日本初の人です。お、すごい。鉱物資源から燃えない布を作ったんです。じゃあなんで有名じゃないの？お酒で酔っ払って。酔っ払って？刀抜いて大暴れ。暴れたんだ。何もしてない大工さんを刀ですっぱり。ひえ。そのせいで牢屋の中で人生を。悲惨すぎる。教訓はお酒は美味しく控えめにね。私たち高校生ですよね。はあ。